おはようございます。釣り子 TV です。これ、あのね、黄色いお店で、ちょっとね、お買い物してきましたよ。っていうのもね、江戸川区がですね、30% ね、キックバックのですね、PayPayのキャンペーンやっていて、タックルベリーとかでお買い物したら結構お得になるんじゃないのっていうことで、行ってきました。でね、早速何を買ってきたか、まずね、そうですね、ここら辺かな。テプスのね、スパイニークローの 3.5 インチ、これのね、結構いい感じのカラーがですね、中古で、見つけたんで、あ、これは買っとかなきゃっていう感じでね、まずね、テプスのスパイニークロー買ってきていました。あとね、あ、これワームつながりでいくと、これね、ゲイリー山本のシルクワームですね。それのなんかこう、結構好きなスカッパの系のね、こんな感じのカラーがあったんで、これもね結構冬場の釣りなんかでちょっとね欠かせないワームなんで、ちょうど中古でねいい感じで売っていたんで、買ってきてみましたよね。あとはね小物ですね。はい、まあ地味な感じで、まあ、スナップね、なんかすごいねモリモリに入ってねお得な感じだったんで、これスナップ買って、はい、でねこれはね一挙に4つ、ワンバイブですね。鉄板バイブなんですけど、これのねよくね釣れて使うサイズがねワゴンセールで800円で売っていたんで、これなんだろう、鉄板バイブってまあいろいろありますけど、俺はなんだかんだこれですね。もうワンバイブ一択でね、うん、これはほんと餌みたいに釣れるんで、新品でもねちょいちょい見かけた買うようにしてるんですけど、なんかね800円ねっていう感じで売ってたんで、4つね、買ってみましたね。ワンバイブ買って、でこういう感じでねちょっと思いの丈を買ってね、これはい、じゃじゃん、いくらだ、4288円、まあこれでもだいぶ安いんですけど、そっから1286円ねキックバックするよっていうことで、これはねいい買い物ができたなと思ってね、ちょっと買いたいリールとかもあったんですけど、そこは我慢して意気揚々とお店を出たところ、はいこれ、あー久しぶりになんか黄色い紙がね車に貼られてましたもうね、いやーなんだよっていうつもりはないんですけどね、うん、まあただまあ4車線ぐらいある道路で夜ね8時半ぐらいでね、うん、ちょっとねこうピッと止めてね中ねサクッと見てね出てきただけなんですけど、久しぶりにやられちゃいましたねこれ。よっしゃ 30% オフだ、いい買い物できたぜからの1万8000円マイナスみたいな、何のためにこの結構ね買いたいシマノのリールとかもね 30% オフで買えたらかなりお得にね3000円引きぐらいになるから、いやでもまあちょっとねそういうリールとか派手なものは買わないで、ちょっと小物だけね、もうほんと小物とかね、買って 30% キックバックでお得にねお買い物をダーンってきましたね、久しぶりにね。これちょっとこれからね、ちょっと支払いに行ってきますけども、なんだかジェットコースターのようなね心の持ちようでしたね。ワンバイブ800円やったぜ、イエーイからの1万8000円マイナスみたいなね、まあ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 もうがっくりっていう感じの動画です。はい、というわけでまあね、タックルベリーってね、こういろいろとモリモリにね買えましたね。まあ冬にかけてねいろいろセールとか、あとはお楽しみのまあねお正月あたりなんかもね近づいてきましたんで、まあその頃にね、またお得に、釣り道具買ってご紹介していければと思いますが、最近のお買い物市場はまあこういう感じの
こういう感じっていうね、そんな状況でございました。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、タックルベリーでね、お得に 30% オフでね、ペイペイでお買い物できたんだけど、何も別に最終的にはね、お得にはならなかった、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。